んちゃん、レフトハンドチャンネルの、鈴木隆博です。今回もですね、しこって、抜いた後の豆腐ということで、今回はですね、あえて傷口が浅い感じの、エクスペリエンスと、あとは1日1回のペースにもしオナニーの頻度を合わせた場合にですね、その今日は1日1回でぴったりの、日になるんではないかということで、朝からですね、連続射精というものをですね、やって回数を合わせてましたね。で、1日1回のペースにじゃあしてどうなったかというと、使い回しによるものではあるんですけれども、ある程度の時間が経った後、もう一度失敗したところを埋め合わせるようにオナニーをしてっていう、そういう感じなんですけれども、今回はトイレで立ってやりましたが、それがですね、意外とぴったり合ってるような、そんな感じがしました。あんまりですね、シャワーとか浴びた後とかですね、毎回そういうのにこだわってね、いた時期と比べても使い回しでも全然ある程度の時間が経っていればいいなと思えるような、そういうエクスペリエンスでこうぴったりとこうフィットしたような、そんな感じのオナニー、エクスペリエンスで、さらに言うと通常のそのオナニーでもし悪かった場合って寝てると思うんですよ、多分疲れて。でも今こうやって起きてですね、動画が撮れてるっていうのは多分成功なんだろうなっていう思いもあって、こういうのでもいいなって単純に思えたね、そんな次第であります。それでちょっと今日はね、配達を休もうと思ってるんですけれども、暑いんで。でもウーバーのね、配達注文なんかはして、普段の違うメニューをたしなんだりですね、したいなとか、そんなことをね考えております。はい。で、同時に今メルカリで頼んでる商品があるんで、それの到着を待つっていうのも一つの仕事だと思ってるんですよ。それをその受け取れないでいたらですね、また再配達を依頼することになってしまうんで、とりあえずいつまでも待つよっていう、そういう感じでですね、家にいたいというふうに思っている、そんな次第であります。そのためにですね、こういうふうに世の中がですね、ある程度補修気味な動きになってると思うので、僕もそれに便乗してというか、そんな感じでぴったり合わせていきたいなというふうに思っている、そんな次第でありますけれども、はい。使い回しが悪いっていう、そういう意見もいろいろあって、僕も毎回洗ってってやっていたんですけど、それでやってるとですね、完璧すぎるせいかありませんけれども、むしろ生理が合わないというジレンマに陥りました。で、そんな中で僕が Uber の配達中にいろんな街の人の声からですね、拾ったあるその言葉として、宗教とかじゃないと無理なんじゃないのっていう、そういう意見が聞こえてきてですね、たまたま会話からね。で、それって宗教って言えばやっぱりその使い回しの象徴じゃないですか。でも一種ですね、時間というものの経過をたどればですね、その使い回しでも全然問題はないと、いう、そういうのもですね、一理ある話なんですね。ですから一概に障害者団体のですね、愛さんという方が言ったように、使い回しなんていかがなものかっていうのはですね、本当は間違っているような、そんな感じがした、次第でありますけれども、はい。で、僕もそういう意味において、障害者団体の愛さんの言うセリフというのはですね、結構重く植え止めすぎていた部分って多分あったと思うんです。ですからもう一回そこを振り返って見直してっていうところからですね、今回スタートした、そんなしこり方というか、オナニースタイルになりました。で、そんなことをしていただいて、またですね、毎月のように、父親がですね、僕のその銀行口座の方にお金を振り込んでくれるという、そんな話がですね、また舞い込んでまいりまして、ウーバーの配達以外にもですね、臨時収入が入ることが確定しております。で、そこについて僕も OK というか承諾社員サインを出しましたから、今後ですね、毎月またお金がですね、振り込まれる可能性が高いんですね。ですからやっぱりそういう意味においても、やっぱり親ともつながっててよかったなと思いますし、同時に僕もですね、生理周期が一致したこのタイミングをですね、
逃したくないなっていう、そんな思いでいっぱいであります。で、昨日なんか僕はちょっと暴言吐きましたけれどもね、あの自由社会がどうのこうのとか、あの三段中を親に向けるなんてそんなこと言ってましたけれどもね、まあそこについてももうちょっと穏やかにこう優しくいられるように今後はですね、あの努力してまいりたいと思います。ちょっとひどいこと言ってしまってあの申し訳ありませんでした。はい、やっぱり僕のそのね、あの生理周期の問題でどうかまずいところがあったんだろうなって今はね反省しているところでございます。はい、まあ、そんな感じで、あの今日もですね一日頑張ってまいりますので、よろしくお願いします。ではまた。